はい、今日も始まりました。ザ・ノイジーズです。ともよろしくお願いします。はい。今回ですね、我々の人生を狂わしたマッドアニメ、エンゼルコップ、語っていきたいと思います。まよろあ、しくお願いします。別に僕は狂わされてないからいいんもうで大ちすゃんは間違いなくそこでネジが外れ、切れるの。こういうことしていいんだ、なんか。思わないです。もしそうであれば、あれでしょ？って今側にあれでしょ？セクトになって迫撃砲撃ってなきゃいけない側に回んなきゃダメでしょ？だって。オーマイオーガマイガー！ あの外人の吹き替えをやった声優さんなんだか外人さんなんだか知らないけど、あの人に会いたいですよ。すごい、今に調べたら最長で4年間待たされてますね、これね。そうですよ。いやー、もうとにかく1、2回もうは、や1、2ん回ねえ忘だれてろ。たんだよね。そうそう。あ、だ1、2、3、あ、3までは普通に、順調に出た。いリリースやで普通に出たんじゃないですー、か。とにかく OVA っていうのはですね、まあ今もある、まあ OVA って言葉じゃないんだけど、まあそのね、セル版の中に未放送の1話が入ったりするのとはまた別に、本当にオリジナルでね、アニメって企画されて、で、買う、セルオンリーのためにっていうのがあって、で、まあ、そういう文化があり、なおかつ、この時ってやっぱり、10と5話はね、江戸の華みたいな感じで、今からすると、考えられないような5話描写、まあ、ビデオレンタルっていうの自体がもうとにかく見たことがないものを見れるっていう文化だったんで、まあ、とにかくこのエンゼルコップってですね、いまだにエルフェンリートってアニメもありますけど、あれと多分肩を並べるぐらい海外でも熱狂的なファンがいらっしゃる、アクションゴアもののあれですね、まあ、南極かわかんないけど、南極の蚊の一本ですね、これ確実に入ってくるのはね。で、今となっては日本人では俺たち世代、どっちかというと海外の方がもしかすると盛り上がってるかもしれない、このエンゼルコップ。もうブルーレイがリマスター版が出ましたからね、これ。絵がクオリティがアップしてですね。これですたよ。まげたスよ、チもールブックになりまして、たう。まいげいでよ。すよ、どんだけお前らエンゼルコップ好きなんだよって。本当に。そうで一すよ回ね。最初にブルーレイが出て、ダメだろうなと思って買ったら、まあ案の定もう VHS 並みの画質で、まあもうしょうがないなと思ったら、もう今大ちゃんが見せてくれたやつ。高いんだけど、俺エンゼルコップ好きだから、かけこれてみよう、ね。リマスターって書いてあるから、これ絵が綺麗になってんだよね、これすごい、びっくりするぐらい絵が綺麗になってるんだけど、セル傷とか、まあ、例のパカってるシーンがそのまんまだから、もう、綺麗すぎて、今度逆にそっちが目立つっいて、や、あれ今ね。でもね、ほんとうれね。しい、すごいよ。だってもうこんなね、やっぱ、もやっとした画質で見れないでしか見れないと思ったからね。もうだからもうこれから本当日本のアニメの昔だと全部海外で気合入れてやってほしいの、この間のね。プロジェクト A 子も確かすごい絵が綺麗なやつ、向こう出たもんね。そうみたいですね。多分海外の人はアニメでこんなのやるっていうのがカルチャーショックだったんでしょう。だってやっぱりいわゆるカートゥーンしかないそうそう文そう化じゃそう。ないですか、向こうは。あ、そう海だ外、まあね。海外ってだからアメリカでしょうけど、もうほぼ欧米っていうのは多分こんなの、だってわざわざなんで子供向けの絵の漫画でやんだよってぐらい、そういうイメージだったのが、やっぱ、その辺のカルチャーショックがでかかっいたんや、でしでょうね。かい日と思う。本だ人の、僕らは日本じゃこういうのアニメでしか見れないからっていうカルチャーショックだったけど、やっぱり外人の人たちからしてみたら、なんでこんなのアニメでやんだよの方が強かったんじゃないですかね、多分ね。映像表現がやっぱり日本がハリウ実写ではハリウッド映画できないっていう悲しい時代だったから、あの時は。そうその時ね、でやっぱちゃんとしたせ、なんかやっぱ俺たちが大好きなこういう世紀末設定だったりとか、ガンアクションだったりっていうところで、やっぱやってくれたのはアニメだったから、やっぱガンアクションは特に。宣戦布告より前は RPG がちゃんと描かれたのはエンゼルコップしかなかったんだから、日本映画では。そうっすね。日本ではね。日本ではね。本当にブラックホークダウンのはるか以前ですからね、これそうそうね。だっそう、RPG て。がね、ちゃんと発射されて、なんかズガーンってやってるなって。本当に素直に育った人は絶対見ないでください。特殊公安になりたいとか絶対思わないでください。とんでもない世界ですから。ね、それを特攻って訳した時点であれって思わない人はやっぱダメでしょ。特攻警察だろって。で、誰でも思うじゃないですか。誰でもだ。たまげたからね、本当は初めてビデオ出レまンタルしで見たたときよ。は、なんか、こう、みんな大好き、コロラド撃ちね。胸に2発、頭に2発、相手を確実に仕留めるコロラド撃ちだ。いまだに検索しても出てこないですからね、だって本当、これ見て、詳しい人、
教えてください、コロラド地帯どっから来てるのか、本当この話。本当に、うん、分かり間違ってね、これが板野さんとか、あの脚本やられてた相川さんに伝わってくれれば、どちらかが多分考えてらっしゃるんじゃないですか。いや、多分、もしかし知ってる可能性高いよね。そういうのを聞いたのか、まあ、造語にせよですよ。やっぱなんかそういうお話を、だから、だって、多分ネタとしてどっかで仕入れたのをこれを使ってるんでるやおっていうのを、ちょっと本当に聞きたいですよね、なんかね。もうあそこらもう別に普通に撃たれて血が出て、まあね、ちょっとうーでいいのに、人体破壊まで入れるからな、これね、なんかね。骨が砕けて脳症、目ん玉飛び出て脳症がベロって、いるか、それって。びっくりした、本当に。まあそういうあの、ゴアな売り物のビデオもいっぱいね、あの OVA とか、OVA じゃない、実写のやつで出た時代、オリジナルビデオが出た時代なんでね。アニメも負けじとそれにっていうのは、まあ、バイオレンスジャックとかもありましたからね、うん、アニメでね。あと、デビルマンの初期の OVA のやつとかもね。エンゼル・クッパー、その中でも実力がある人が、あの、ハメを外すと、とんでもないことになるっていう、あれですよね。だ本気出しちゃダメじゃんっていう、例のやつですよ。何本気出しちゃってんのっていうね。すごいよね。もう、板野さん以外に、あと、キャラクターデザインの結城さんだっけ、はい、はい。とかね。あの本当に今でも本当にご活躍っていうか、全然あの今前線で戦ってる方もう結構絡んでいて、あのゴアがすごい言ってますけど、本当にもう絵のクオリティ本当にすごいですから、もうけどトゥーマッチでもしかすると気持ち悪いかもしれない、あの絵が特にあの最初の 1,2 時間ぐらいはなんかちょっと胸焼けするなみたいな感じが、ちょっとやりすぎてるんで全体にね、これは。で、いわゆるその、リアルな方に寄せてた頃の、本当に走りですもんね。あの、うん、走りっていうか、まあ、いっぱいあったうちの、アニメでこんな風にすんのっていう、そっちですよね。あとね、まあ、ちょっと、ところどころ後半行くとね、おろそかになるけど、まあ、とにかく銃のね、描写が、やっぱこの時あの、もう銃が好き、銃っていうのは必ず撃ったら火が出て、もうエジェクションするんだみたいなところまでやったらかっこいい、ちゃんとやってるみたいなことを、なんか頭のおかしい俺みたいなやつがいたんで、そこら辺もね、本当にちゃんとやってくれてるんだよね、これは。当たり前のように廃墟して、当たり前のようにマガジンチェンジするっていう、あれがほぼやって、出らなかったですからね。そうそうそう。いろんなアニメ見てても、まあ、あのほぼってごめんなさい、あのやってるものはやってるけど、少なくともテレビアニメはなかなかそれ見れなかったし、うん、あのやっぱりこの絵で花開いたのはその銃の描写っていうことに関して、やっぱその初期のね、あの V シネマとかもそうでしたけど、電気着火じゃない銃が実写で見れるみたいなとこと一緒で、やっぱこの OVA のアニメだと確実にその廃墟シーンもあるし、マガジンチェンジもするしみたいなところもね、ガンエフェクトのところとかもすごくうまくいってたから、だからそこら辺が、やっぱそういうのがね、メカと一緒なんですけど、やっぱそこら辺がワクワクして見てましたよね。うん、この後のなんかこのアニメのガンアクションで、あのエロと、ガンアクション合体ってなると、もう、梅津さんの、あれだよね、カイトだっけ、あと、メゾの OVA の方ね。いやこれも、このあたりも好きだよね、向こうの人もね。まあ、エンゼルコップもエロ、ちょっとね、あるけど、とにかくカイトとメゾは、エロがやばい、あれは、本当に。5話もあるけど、あれも。うん、だって、多分ですけど、メガゾーン2-3のあの、セックスシーンはだって、俺できないから、梅津さんやってでしょ、多分です。多分ですけど。あの、エンゼルコップとそのカイトとメゾは、あれは日本の宝だね、そういう意味では。そのジャンルの中では。うん。あと、メゾは、あの、なんだろう、もっとさ、この、エンゼルコップのアクションっていうよりは、もっとカンフーのネタが入ったりとかして、うん、あれは、あの動きってもう、未だに今の、もう今の映画がやってる動きそのまんまだよね。メゾとかカイトの。うん、あの、アクションシーンの組み立て方に関してはね。うん、で、途中で多分最初のガンスミスキャッツの OVA と、うん、最初のね、シリーズじゃない、一本だけのガンスミスキャッツの OVA と多分まただいぶ空いて、ジオブリーダーズの一本だけの OVA の方と、ガンスミスキャッツが出て、いや、それぐらいじゃないですか、ここまでちゃんとすごくアクションってことに関してやってるアニメって、こだわり、あの、部分的にはね、その銃の描写とかかっこいいやつ、まあ、それこそカーボイビバップとかあるから、一概にないとは言わないんですけど、ただ OVA ってジャンルの中で、あそこまで如実に、そこに特化したやつっていうのは、多分、
それぐらい。まあ、パーキーさんも紹介してたアーバンスクエアとか、でも、アーバンスクエアはちょっとやっぱ違うんですあれはね、ね、あっちでは。まあ、演出、銃のね、描写に関してやってるけど、まあ、ああいうことをすごくこだわってるっていうところの面白さだからね、あれはね。話自体は、まあ、ちょっと本当に、なんかよくあるような感じの、話の一本みたいなね。もしかしたらテレビドラマ、あの当時の日本のテレビドラマでもちょっと刑事物とかで一本あってもいいかなぐらいの感じのね。まあ、けど、やっぱ梅津さんのさっきの日本とエンゼルクッパは胸焼けする凄さ。なんかもう、やりすぎて疲れちゃうみたいな。爆発してるところもすごいし。油きときとだから。拷問シーンもね。本当に嫌になるぐらい、すごくよくできてるからね。あれがだからね、四郎さんが劇中でやらなかった敗者っていう拷問シーンですよ。劇中で説明書きだっただけだった敗あ者がっていがう。ってやられるところね。手足、どっちかすごい強く縛ってね。とかね。まあ、さすがにこの YouTube でもあんまり、はっきり言えないような拷問シーンがね、なんかね、平気で展開される、大人の世界が展開されるんだこれね。ゴム管で止血して切ってそこに腐らせて、ウジが湧いてて っていう、あれやっぱ子供見ちゃダメだよ、やっいぱるんだ。り。まあ、何回も言いますけど、素直な人は見ないでください。これはね、エンゼルコップは。興味を持ったとしてもね。あとね、こうやって本当に普通は最初はね、テロリスト対、公安、特攻の戦いっていうところから、最終的には、エスパー対サイボーグと、この このエンゼルコップって、コーネームエンゼルのね、彼女の戦いっていうところが、まあ、とんでも展開になるんでね。ださっから、きまでテロリストと戦ってたのに、対エスパー用サイボーグっつって、やられたやつが復活して出てきて、はぁ？ちょっと待って、世界観がこう上がるじゃないですか、こすう上がごるいから、ね、最初のところでライデンっていう、もう一人の主人公が、早々に退院、なんかで、重傷を負って、そこからいきなり劇中から退場するんだけど、その後ね、エスパーがいきなり乱入してきて、その謎の男、黒ずくめの男ができたら、対エスパー用のなんかジャミングかなんかを入れたサイボーグになって、ライデンが蘇るぐらいから、面白いけど、これね、アクションもんじゃなかったんだっていうところ、本当のガンアクションじゃなくて、そっちみたいなところがあって。あの辺の飛び方は多分、だからやっぱ菊池秀樹先生の小説っぽいんですよね。だから川尻さんとかは普通にやってましたけど、ああいうのって。だけど、やっぱ板野さんの生々しい描写でその飛び方されると、でっすよて、ね。まだで、もちろんね、原作なんかなかったから、後々コミカライズありましたけど、おうってなりましたよね。だって、ぶら下げられた、額がなんかぶら下げられてて、なんかロックンロールのお兄ちゃんと女の子がやってて、なんかやってるって、あれ、急にそういうなんかスプラッターになるの？これ、とかっていすう。ごいよね。でも、だからどういう理屈か分かんないけど、まあ今で言う、なんだろう、ランケーブルっていうか、なんかケーブルを体の中に取り込んで情報を処理できるっていう、とんでもないエスパーだって、超サイボーグになったライデンって、工作員との激闘っていうところも、あれももうちょっと絵が綺麗だったら最高なんだけど、あれね、本当に。だから僕は何遍も言いますよ、後半の456、特に最終回の6は。申し訳ない。スタッフの方、本当に頑張って、板野さんも本当に、やっぱ間開けたらスタッフがいなくて、しょうがなくて、できるスタッフでやると、ああいうことになる。これは本当にね、アニメ業界、多分ね、もう、アニメーターさんを揃えるっていうのは、本当にご苦労されてるんまあでしょうね、ね、本当にね。特に時間が空いてしまうとね、なんか今見たら多シ分、リーそう、ズ。4年ぐらい待たされてるんだな、俺たちね、最後そね。うっす。多分俺出てるのを知らなかったはずだから、しばらく。ああ、そうなんそれで、だ。えっつって、終わってたの、あれ。それで、慌てて多分見た口だと思う、多分俺、エンゼルコップは。ビデオデータだかなんかで、エンゼルコップが出るって、あって、もうそこだって、うわーってなってきましたもん。そして、まあ、シーゴ、まあ、ちょっと絵柄が変わったけど、まあいい。6、何このレオタード。最終に彼女も強化服みたいなの着るんだけど、ちょっとそのデザインがね、
多分あれ、実写版の時のデザインなのかな、あれもしかすると。なんかね、ライデンのあのサイボーグのかっこいいなボるディほのど。振り幅と、やっぱエンゼルの最終形態で、しかもそのバージョンアップしたなんとかだっつってんのに、もう露出しちゃってるから、なん肌こそか、見せてないですけど。そう。まあ、俺はもう来年のね、やっぱ、あれ、ジョジョとどっちが先なのかね。体の中にいろんなもの仕込まれてるって。に、シュトポロハイ科学をム？舐めるなーって、腕の中ロにハレーイム？ザー兵器が入って込めたと、ああ。紫外線で、紫外線をこうやってああ。放射して、なんか、体に仕込まれてるんだ。あれ、なんだっけ、年代的にはそこまで差はないはずですよ。もう、これは二強だからね、改造人間になってかっこいい二人は、なんか ドイツの科学力は世界世界一！一この時はもう日本の科学を舐めるなよって言って、なんかもう俺はこの当時はまだ日本イケイケな感じが俺の中にあったからかっこいいなと、今もうね、ノスタルジーももう鑑みて涙が出てくるから、かっこいいと思って、なんか今の日本そんなんじゃないけどかっこいいと思って、なんか、よくわかんないのが、自衛隊の技術開発部のマッドサイエンティストってなんだよ、それって話じゃないですか。だって、あんな人いたらやばいでしょって、もう、だか肌らからやばいんですよ、だだっからみんなて。排除しようとするんだよ、あの人やばいから、勝手なことするから。だから自分の研究に必要だからプロトニウムくれって平気で言いそうな人じゃないですか、あの人は。だって、どう考えたって、あれでしょ、あれ、瀕死の重傷の優秀なせ、あの、あの、なんで、兵隊探してただけで、ただのおじさんだって、それで本ね、当に。俺の感想、もうだって俺の素晴らしい作品だと思ってるからね、ライデンをなんかね。いやー、もうだって、本当にロボコップのかけるに100ぐらい行きましたからね、ライデンだって。で、もう骨格が何したっけ？骨格がセラミックとなんとかの複合合金で、それでエスパーの、なんだ、超能力の荷重に耐えるとかって説明を延々としてるけど、すげえバカっぽいな、これ、とかって思いながら見てるけど、いやー、かっなこるいいほよどっね、て、そ子供れ。の頃はですよ。そうか、それで衝撃を吸収してるんだ、つって。いや、いいんです、ハッタリで。かっこいいから、今見ても、それは。スペックを読み上げるだけでもうなんかすごくもうムラムラしてくるみたいな感じやっぱあるからね、これは。もうこれはもうこれなね、いじゃないですか、今こういうノリが。そう、あれをやらないですからね、あれスをペックを読みね。上げるとかっこいいって思える感じね。まあ、その感覚自体どうかってあるんだけどさ。まあ、いろいろ言うところあるけど、俺は好きだね、やっぱこのノリは。で、ラストのね、ト書きだけでバッサリ切るっていう終わね、る。結局闇に葬られたって。だけど彼らは戦い続そけこてを生きるってているっていうね。もうなんか本当う。に異形のアニメですよ、やっぱり。もう改めて見ても、もう、本当に。この熱量だけは、このエンゼルコップはもう、ちょっと及びつかまあ、ない感じで超えす。られないね、やってることのやばさも含めて、なんか。いいか、なんか腹立つし、お前ら、なんだっけ、なんかのインタビューのき、あの、答えられてらっしゃるときに、尊敬できる大人がいないからって、だから、みんなぶっ飛ばしたいみたいなところがあったって言ってらっしゃるぐらいだから、やっぱそこは、そういうのがすごく出てらっしゃいますよね、本当にね、そう作ね。品にね。まあ、そんな感じでね、伝説の OVA アニメ、今回、エンゼルコップをね、語ってみました、本当に。あとね、詳しい実際のところの話とか、考察ね、他のちゃんとやってるチャンネル見てください、それはまた。すごい、多分見てない人が見たら、かなりのインパクトが今まであると思うんで、プラスもマイナスの意味も含めてなんかね、ぜひちょっと。ただ、本当に蝶よ花よで、素直に生まれてきて生きてる方は絶対見ないでください、これは。汚れてしまいますね、魂がね、これノイジーズ見てくれるかな、そういう人。は。はい。ということでね、今回はエンゼルコップ語ってみました。まあ、こんな感じでね、頑張っていろんな作品を紹介しているチャンネルですので、ぜひね、チャンネル登録と動画の高評価、あと、こちらのチャンネルの新作動画が上がったら、通知オンで、何卒よろしくお願いします。はい、ということおで、願いしまたま次す。回のアニメでお会いしましょう。どうも、ご視聴ありがとうございました。ありがと大ちゃうん、ありごがとうござざいいました。ます。ありがとうございます。コメントもリツイートもお願いします。